セーネットビジョンは、埼玉高速鉄道所有の車両の車内客用、ドア上部に設置されていた液晶ディスプレイ、および、それを用いた、動画 PR サービスである。ここでは、後継のダイナミックビークルスクリーンについても述べる。同社の2000系電車の全車両に、LED 案内表示器のない側のドア上に、千鳥配置で、各1台ずつ、1両あたり、 計4台設置されている。同社の社長に就任した杉野氏が、それ以前に社長を務めていた品の鉄道で、同様のサービスを行って成功したことから、同社でも導入したもの。同社が運営事業者を募集した結果、2006年から埼玉県内で事業を展開している、インターネットプロバイダ事業者の彩りネットの 子会社である、彩りネットアドが、設置費用を負担し、同社並びに東京メトロの関連会社である、メトロコマースと提携して、サービスを開始し、2012年2月以降は、裁縫プロパティーズが、媒体者となり、裁縫レールへビジョンとして運用している。装置は DVD を用いて、エンドレス再生する単純な仕組みで、このため、直通先の東京メトロ南北線や、 東急目黒線でも全く同じ内容の映像を見ることができる。コンテンツはコマーシャルなどが放映されるが東日本旅客鉄道のトレインチャンネルと同様に音声は流れない。開始当初は CM の合間に環境映像も流していた。放映される CM 動画も当初は埼玉高速鉄道線沿線の企業やパスモなどが多かったが 2007年初頭頃より一般の大手スポンサー提供による CM が頻繁に流れるようになった。一時、資生堂などの大手スポンサーがコマーシャルを流した時は一度に何本もの CM を連続して5分ほど放映されたこともある。その他のコンテンツとしては下記のようなものがある。この他映画情報などを放映している。2019年以降液晶ディスプレイを ダイナミックビークルスクリーンに置き換えた。これは NTT ドコモ、埼玉高速鉄道、ビズライトテクノロジー、ライブボードの4社による共同開発で、鉄道車両内では、世界初となるカメラと IoT 機器によるリアルタイムな環境変化を AI で解析し、車両内外の環境変化に応じた広告や情報をドコモの LTE 回線を使用してリアルタイムで 表示内容や広告を切り替えることができるものである。これを各社ではダイナミック同事業と称している。このタイプは2019年11月中旬から車両内に順次設置され、2020年4月までに全車両に搭載されている。なお、2007年6月の時点でパスモは発売制限を行っており、定期券を除きパスモの購入ができないため他社が、 パスモの広告を自粛している中、セーネットビジョンでは、パスモの CM を放映していた。NTT ドコモ、埼玉高速鉄道、ビズライトテクノロジー、ライブボード世界初、鉄道車両内でのダイナミック同事業を共同で推進。ありがとうございます。